こんにちは、みおとです。さあ皆さん、現在季節は春ですね。暑さで頭やられたわけじゃないですよ。分かってます。今が夏なことくらい僕だって分かっていますよ。そこまでアホじゃありません。なんで春かって言った話なんですよね。あ、春かさんじゃなくて、この春という単語はですね、今日の吹奏楽動画を作る鍵となりまして、最近課題曲の動画が多いじゃないですか。今日も課題曲の動画なんですけど、前に太陽上がりすぎ説みたいな変な動画を上げたんですが、まあそのシリーズですよ。課題曲丸々多すぎじゃねえシリーズ第3弾でございます。ここまで来たら分かると思いますよ。今日の吹奏楽動画は吹奏楽コンクール課題曲春多すぎじゃね説。だってさ、コンクールって夏にあるものじゃないですか。夏に限らずそれ以降もね、こうやって続いていくものだとは思うんですけれども、春にコンクールって絶対ないじゃないですか。のにもかかわらず吹奏楽コンクールの課題曲って春って曲多くねと思って、今日はですね、そんな謎を解くために第1回の課題曲からドゥワーッと見ていって、合計何個の春という言葉が入った課題曲があるのかを調べていきたいと思います。考えてみればさ、夏って単語も入っていなければ、秋とか冬っていうのもなかなか見ないじゃないですか。必ずしも季節といえば春なんですよ、コンクールの課題曲って。ちょっと疑問に思ったんでね、早速検証していきたいと思います。まあ、そこまで疑問には思ってないけどね。あんまりないっすね。説立証せず。ありました、すいません。ですね、初めて春という言葉がついたコンクール課題曲が出たのがですね、第41回、1993年の時ですね。マーチ、エイプリル、メイ。いや、何月やねん。まあ春って単語は入っていませんけれども、3月、4月、5月、いやマーチは3月って意味じゃないと思うよ。更新曲だと思うよ。だけど季節的には春じゃないのかなっていうことで、まあ今回無理やり取り入れた感じです。でその2年後ですね、第43回、1995年にスプリングマーチ、こちらはね、春のマーチともうそのまんまでございます。でそっから10年ありませんね。本当に多いのかこれ。第53回2005年ですね、マーチ春風と、すごくシンプルな課題曲の名前ですよね、春風。そしてさらにそっから10年後ですね。10年ペースにできんの。第63回2015年にマーチ春の道を歩こうと、こちらもね、春という単語が出てきております。なんか春の道って入学式のイメージがあってさ、桜がこうひらひら散ってる中にこう新入生がこう歩いていく感じの、そういうイメージが僕の中ではできていますね。コンクール夏だっちゅうので、その2年後ですね、第65回、2017年、もう去年の話なんですけど、マーチ春風の通り道と、現役中高生だったらね絶対わかると思いますね。なんかあれですね、第63回の春の道を歩こうに似てますね。あ、ちげえわ。第53回のマーチ春風と第63回のマーチ春の道を歩こうを足したのが第65回のマーチ春風の通り道だ。そういうことや。そして来年度の発表された課題曲の中に春という言葉が入った曲が2曲あるんですね。まず1つが更新曲春と、もうそのまんま春風とか春の道とかじゃないの、春だからね。そしてもう1つマーチエイプリルリーフということで、春という単語ではございませんが4月というね単語が入ってるっていうことで、まあいいんじゃないでしょうか。こう見てみるとね、意外と少なかったけど最近の曲が結構多いですね。まあこの先もっと増えていくかなっていう感じですね。なんだろうね、春っていうこともあってスタートとか始まりっていうところからか、そっからコンクールも始まりますよっていうところで春っていう言葉が使われているのかな。それとも時期的に、まあ夏だけれども何か春が関係しているとかね、作っている時期にも関係しているのかなとも思ったんだけど、来年度のね課題曲がもうできているので、別にそういうわけでもないのかなって思っていて、ちょっとこの謎はねずっとこれ続きますね。今紹介した春とか4月とか入るこの課題曲ね、皆さんもよかったら聞いてみてください。はい、ということで本日は吹奏楽コンクール課題曲春っていう言葉入りすぎじゃねえ説を検証してまいりました。本日もご視聴ありがとうございました。どの道立証ならず。